ピーマート TV をご覧の皆さん、こんばんは。閉店ちゃんです。さあ今日はメトロガーデン様の方にやってまいりました。ちょっとですね、風をこじらしてしまってかなり鼻声で、鼻水もですね、さっきのさっきまでかなり出て、この辺赤いかもしれないんですけれども、この風、とにかくもう入店してですね、ゴーゴーランプを光らす、もう今日はこれしか頭の中にないので、ちょっとねぼっとしてるところも、まあ普段からぼっとしてるんですけれども、今日さらにぼっとするかもしれませんが、頑張っていきたいと思います。なんとですね、今日もこの下に着てる黒のお洋服、裏表反対に着てたというぐらいのちゃんとだらしない感じでした。でももう今完璧なので頑張りたいと思います。さあそれではやってまいりました、こちらメトロガーデン様、早速店内の方を回っていきたいと思います。さあそれでは4円パチンココーナーから回っていきましょう。ちょっと寝台見に行きましょうか。エウレカと今ケージがちょうど入っているので、エウレカとケージ、私ね、まだ2周とも勝ってないんですよね。まあ、ずっと見ての通り分かりますが、非常に、ね、データ的にもやはりいい台が、ね、多いですね。さあこちらの方も現在まだまだ継続中。おすごい、よく出てる。いいですね、こちらもよく出てますね。さすがですね。さあこの継続、閉店まで、ね、頑張って取り切ってください。さあそしてケージ、あーいいですね。ケージは私あの漫画も好きなので、まあでもデータを見てもやはりいい台がね非常に多いですね。こんにちは、こんにちは。北斗の拳41台、気合入ってますね。この前データであの私実践来店してもらさせてもらった時、なんとまあ今日も81とかねついてますけれども、なんとこの前170という台を見てしまいました。なんかどうなんだろう、いきなりいいなと思うのが22の10 32、でも悪くはなさそうですよね、ちょっと一応こちら保留。こんにちは。さあ保留しながらの27の25、52、いいですねこれ。これちょっと取っとこうかな。あでもよくこっちもよく出てますね。ビッグ34でもレギュラー19 53、あでも悪くないな、全然いいです。あでもこれ取ってるんですね。いやこれはあのゲーム数的にはいいかなと思ったんですけど、さっきの台の方が魅力的な感じがするので、あっちに決めたいと思います。さあそれでは27、ビッグ27、レギュラー25、総回転数ゲーム数2102、これで決めたいと思います。さあそれではですね、この風に負けないようにゴーゴーランプ、もしピカッとしてボーっとしてたらごめんなさい。まあ光るかどうかは腕次第ということで頑張りたいと思います。さあそれではまずは50枚目いきます。お願いします。光るかな。それではいきます。お座り一発、ブドウが揃います。メトロガーデンさん、初めての今日平日来店で収録なんですね。でもやっぱりいい台が、ね、非常に多いですね。大抵私が光るかなと思った日は光らないんです。今日はダメかなと思った日は光るんです。今日はぼーっとしていて全然わからないです。それでは100枚目いきたいと思います。あれ頑張れ、私も頑張れ。こういう日はですね、こういう日はなんかミラクルなことが起きてほしいですね。ポッツー、キュンキュン。
回るじゃん、目が回る、間違えた。レギュラーボーナス、あ、まあ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 、あ、メダルも入ってない、やばい、光ったんだけどね。いやー、では1ゲーム連目指して頑張ります。あー、ブドウだね。さあ残りあと6分、可能性は無限大。みんなバシバシ光ってるね。私もバシバシ光らさない。今日は風パワーで、まあ、できれば55ゲームここで私の中では1回もう1回光って、まあ、ビッグみたいな、そういう嬉しさが欲しいですね。頑張っていこう。わあ、でもレギュラーがすごい続いてたんだ、実はやばいな。でも本当ブドウよく揃うね。メトロガーデンさんいいお店なので、やっぱり私が体調が悪くても弾けるというところをね、見せたいですね。さあ残りあと3分、え、3分、早いですね、あっという間。ちょっと早めに回していきましょう。言ってる85ゲームからそこら辺まではね、しっかり回していきたいので。わお、68ゲーム。これ100ゲーム越しそうな勢いかな。いや、信じてレバーを。うわ、残りあと1分、これはまずい。ミラクル、ミラクル、起きて。いやー、レギュラーの後引けないかな。いやー、終了。キャー、ということで、ちょっと待ってくださいね。あー、うわー、最初のレギュラーのピカリだけで終わっちゃいました、残念。すいません、お願いします。ありがとうございます。さあ、それではただいま実践の方が終了しました。本日の気になる結果はこちら。1枚足りない、何かの言葉みたいですね。ちょっとですね、3連敗ということで、面目ねみたいな感じ、かっこ緑丼風みたいな、もうちょっと残念です。もう500枚切ってしまったということで、でもですね、次回3連敗を抜け出して頑張りたいと思います。風もしっかりと直していきたいと思います。さあ、そしてこちらのメトロガーデン様、こちらの閉店ちゃんが放映されている頃には獣王が絶賛稼働中となっておりますので、どうぞ皆さん楽しみにご来店ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。